谷村自由から1862年11月24日は、江戸時代後期の土佐藩上司、通称は亀之助、五個昇格、谷村家の初代当主、無双時期伝英新流、第十五代宗家、山内陽道の八子昇格、板垣大輔の王子、土佐藩巨豪道の達人、剣術家、完成十二年、土佐藩士谷村時期の次男として、 高知城下に生まれる。母は、朝比奈貞夫のおば。幼年より、無双時期伝言新流合を、林渡る太夫聖景より習う。文化十五年、土佐藩主、山内と介に、武芸をもって、お目見えを押せつけられる。天保三年一月九日、従術、居合に性を出しているわけをもって、金子三百両を、僧侶を押せつけられる。天保八年六月十三日、 右道団をもって、稽古ぶとして三人ぶを下し置かれる。天保十五年に一月九日、土佐藩主、山内とヨテの時代、居合心掛けよろしきをもって、三人ぶを下し置かれ、格式を大間回り橋として召し出され、一家を創立。もっとも従来の稽古ぶは除かれる。高下元年十一月、山内陽道の八石昇格を務め、陽道へ、居合根源の巻並びに、 目録を伝授する。華英2年12月29日、土佐藩主、山内陽道の時代、来年の江戸国を仰せつけられる。華英3年3月13日、大木苗一人、口チ15国を下し置かれ、文言に入れ置かれる。華英4年12月15日、来年の江戸国を仰せつけられる。華英6年12月1日、来年の江戸国を仰せつけられ、江戸において、 仮事御用の助も仰せつけられ在勤。安政3年1月9日、赤年家への心がけ厚くでし導き方が行き届いていることをもって、従来の大ぎなえ15国のうち、10国切れ不良1人、淵5国をそのまま下し置かれた。安政4年5月4日、仮事御用のため、江戸表へ差し立てられ在勤中、造穂1人、淵5国を下し置かれ。 もっとも文言に入れ置かれ、雇用感を持って、影絵修行法を仰せつけられ、安政四年六月二十三日、北山通へ差し立てられ、もっとも従来下し置かれた五淵は在勤中、除かれる。安政六年一月二十六日、先達って、江戸在勤中、多室の右入り、不心いの儀これ、優の重むき声こことにお侍風俗の儀は常々仰せつけ厚つく。 愛心得るべきはずのところ、その疑なく、苦難の次第、不心得の極みにより、今二十二日遠慮を仰せつけおいた者を前、体のごとく左面された。安政六年十月三日、土佐藩主、山内豊藩の時代、当分、雅楽女王月きを仰せつけられる。万円元年四月八日、全土佐藩主、山内陽道をわざまえに愛みを仰せつけられたが左面。 従来下し置かれていた御ほぶちも除かれた。文久2年3月20日、吉田東洋の反省改革により、芸家制廃止となる。この時廃止された居合術家は、山川久蔵公宮美、谷村亀之助自由、下村茂一である。同年4月、文武官が完成。後の、地道館の前身。文久2年4月8日、吉田東洋が暗殺される。 文久2年6月4日、芸家生復活により、亀之助の着男、谷村恒吉治治治が、依頼術同役を仰せつけられ、五人ぶを下し置かれたが、同年8月17日治治治は病死。文久2年10月3日、着男の創生から2ヶ月後、亀之助自由も病死した。去年63歳。墓所は、高知県高知市、皿上根にある。 谷村亀之助自由の土佐藩士としての家徳は、自由の兄、谷村恵門八次公の次男である、谷村小猿時期が、後目養子となり、文久3年2月5日、無双遺相続した。一方、無双時期伝英神竜宗家としての家徳は、藩より正式に継いだのは、谷村恒吉治治であるが、2ヶ月後に病死したため、現在では、宗家継承の世代に数えられていない。 さらに、慶応元年、反省改革により、再度芸家制廃止となる。明治維新以後、廃刀令の煽りを受け剣道も居合も衰退し、また特に、長谷川栄心流居合は、江戸時代、乙女流として、半外不出で、街中に、道場もなく、繁港の一部で伝えられたのみで、これを伝承したものが限られ、廃絶の危機にあった。長谷川栄心流の宗家、 谷村家の親族であった板垣大輔伯爵は、明治26年、木高の際に、高知資材木長にあった武学館に招かれ、長谷川栄心流哀術と松島流防術の由来と功績に関する講演を行った。さらに板垣は、これらの武術を後世に継承させるためには、適切な師範と道場が必要となることを訴えて、適任者を義した。の結果、 長谷川英心流以外は、無双時記伝英心流、第十五代、谷村亀之助自由の下で、以外術を学んだ、旧都佐藩士、後藤孫兵衛正助、傍術は、新市長の横田七次が最も多能であるとの意見を、え、板垣は漁師に、指定育成の件を直接相談に赴いた。漁師より開革の胸を得た板垣は、さらに、高知の素方家。 竹村洋右衛門の援助によりその敷地の一角に道場を建設させ、これらの振興に努めた。後藤正介は、名実ともに、居合術の普及に努めしてを育成。その後、正介の居合の収容部下記を知った高知県立大、一中学校校長、渋谷広島の居合術が、心身鍛錬に特効があるとして、正介を学校に招聘し生徒たちに指導させた。 後藤正介は、明治31年64歳で没死した、板垣大助の祖母、犬井信武妻の墓。ありがとうございます。